着いたみたい。いらっしゃいませ。はじめまして。お取り替えいたします。あとアールグレーを。かしこまりました。こちらが青木浩一郎さんと婚約中の灰原花子で、こちらが時岡美希さん、パーティーで浩一郎さんと一緒だった方。これ母から。何？お雛様店のチケット。せっかく日本橋に行くならお友達と見てらっしゃいって。よろしかったらどうぞ。お雛様店、毎年春先に三井家が持ってるお雛様が展示されるんです。私も母に誘われて行ったことがあるんですけど、あんまり興味なくて。お母さんと美術館行くの？はい、行くよね。私は母と出かけたりしないな。お雛様だって飾ってくれたのは小学生までだったし。本当ですか？うちは未だに飾ってますよ。母とおばあちゃまが好きで。私は三姉妹なので毎年母が三人分飾ってます。三人分ってそれぞれにあるの？はい。すごいな。うちはお盆とお正月以外はやらない家族だから。え、クリスマスも？いや、子供の頃はプレゼントぐらいはあったけど、ツリーなんて一度もなかったよ。信じられない。お待たせいたしました。誰だって息苦しい。どこで生まれたって泣きたくなる日もあるよ。すべての女性の心に寄り添う、かつてないガールズムービー。こういう景色初めて見ました。あの子は貴族。